はい、おじです。さあ、今回はね、iPhone SE2 で撮ってます。なんかね、画面めちゃめちゃ暗いんだけど、大丈夫かなはい、そんだけどね、まあ、仕上がりの映像は綺麗にできてると信じてね、ちょっと撮影してみます。なんかね、LED が暗くなってきたのかな、なんか明かりが足んないからなんかちゃんと撮れないのかな。楽天ハンド最近綺麗に撮ってくんないんで、ちょっとね、照明の問題だと思うんだよね。撮影ライトを使うと綺麗に撮れるんで、ね、ちょっと iPhone で試してみる。ね、ただパソコンでデータ抜けないので、直接アップ、時間かかるんだよ。iPhone 使うとめんどくせえの。YouTube やってらんねえ、おじの場合は。時間が短い人はいいんだけど、おじみたいに長い人は、もう、万歳だよ。ね。iPhone なんか使うもんじゃねえ。ほんとね。はい、そんな話はいいとしてね。今回はプロジェクターの質問が来ました。10万円の選択肢、後悔した選び方、おじがね、まあ、徹底的に解説したいと思います。はじめまして、すごく参考になりました。プロジェクターに関して全く無知なので、10万円程度で買えるおすすめのプロジェクターを教えていただけると嬉しいです。いや、もうこういう質問来るなんて嬉しいね。おじいは。本当に嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。ね。プロジェクターにこだわってね、動画いっぱい作ってきてよかったなと思います。ね。まあ、ようやくこれぐらいの質問が来るようになってきた。ね、はい。そんなわけで、今回の動画は、ちょっとね、皆さんもしかしたら見ていて、気分を害するかもしれません。ちょっと真剣な相談なので、おちゃらけなしで、真剣におじいが個人的に思ってることをそのままストレートにいつも通り出しちゃうので、本当に失礼な内容も出てきちゃうし、おじいだったらこうするよっていうストレートな表現をしてしまうので、なので、もし同じものを持ってるとか使ってる方とか、そのブランドが好きっていう方がいたら、すごく、まあ、嫌な思いをする人もいらっしゃると思うので、あまり見ないでほしい、そういう方はね。本当正直にやってるチャンネルなんだけど、まあ、YouTube のルールというわけではないけれども、どんなダメな商品でも、なんかこう、無難にっていう、あるじゃん。で、それがなかなかおじいできないので、もう一個上になかなかね、行きたくない理由なんだけど、でも、まあ、こういう質問なので、ストレートに正直にね、伝えます。で、まず最初に言いたいのが、10万円というお金は、本当にちょっと中途半端なんです。実はね。で、中途半端なんだけど、その10万円を使って、どう生かすかなんだよ。要は。で、まあ、この方の場合もね、まあ、例のごとく、まあ、どうやって使うか見るかの環境がないので、ただ、予算が10万円あると、どのようなっていうのはないんだよ。これなんでかっていうと、10万円のプロジェクターって、中華も含めてなんだけど、オフセットが、ちゃんとしたやつが買えるというか、こういうプロジェクターは存在してないんです。ちゃんとしたプロジェクターはオフセットが全部こうなので、10万円のプロジェクターは、メイドインジャパンのものってもうほとんどないけど、エプソン以外のものでも大体みんなこうです。ね。なので、だってみるのとか、あと、ちょっと星書くのとかってね、中華の場合はものすごくおじいが気にして聞くけれども、予算10万円の人っていうのは、そういう心配がほとんどないので、ね。まあ、プロジェクターの方が、そのユーザーに対してかゆいとこまでその合わせてくれる、そういう機能、性能をちゃんと備えているので大丈夫なんです。ね、それで、10万円出す場合、この何が重要かっていうと、その、インチキスペック比較で選んではいけない。ね、それで、どっちからいこうかな。例えばなんだけど、ここに今、価格コムでちょっとお話もするし、あと、例えば Amazon のプロジェクターのカテゴリーのところからのチェックもします。で、例えばね、楽天はちょっと高いんだけども、Amazon でこうやって選ぶときに、プロジェクターってやると、大体90% が中華プロジェクターです。これね。で、10枚あると結構な選択肢があります。で、今これ新しい順に並んでると思うんだけど、じゃあちょっとね、10万円クラスを絞ってみようか。まあ、5万円から10万円と、10万円以上に絞れば、まあ、ゴミがなくなるかな。で、例えば、おじいの選び方で、ちゃんとしたものを買うときには、もう Amazon で買わないっていうのが、鉄則であります。通販使うんだったら、アバックとかさ、そういう国内で有名な専門店があるので、まあ、そういうところでいっぱい扱ってるし、おじいも家電屋さんからそのままカーコム使ってよく買ってるので、こういうね、例えばなんだけど、一番上に出てきた、これはね、断平の後も最近出たやつで、まあ、13万円なんだけど、断平買いません。なんでかっていうと、これはレーザーなんだけど、断平レーザーだったら10万円ちょっとで買えるし、フル HD だったら、ほんと10万ちょっとぐらい。で、まあ、倍まではいかないけども、15、6万ぐらい出すと 4K 対応が買えるんだけど、発色はよろしくないとか、ね。結局、ちゃんと、そこら辺のものを、要は、10万円クラスのものを買い替えてる人たちのレビューっていうのがあるわけで、そういう人たちの情報をいっぱい漁って見ていると、やっぱり断平とかここら辺っていうのは、あまり質がよろしくない。ただ、1枚、2枚、3枚のプロジェクターに比べたら、チキとすっぽんでいいんだけども、ただ、ちゃんとした基準のものを知らないと、あ、これいいよね、すげえってなるかもしれないけど、断平はあまり美味しくない。おじいのところにもコメントもらってます。で、昨日作った動画なんだけど、例えばね、元気なおじいが、こういうヘッドホンなんか音に迷ったら、まずはソニーのモニターとか使って、基準の音、そして、いつも気に入ってるリスニングの音とか、そこら辺をまずちゃんとしっかりと頭に入れて聞き比べなんかをします。で、それと同じで、プロジェクターもちゃんとここら辺のクラスのやつをやってる人は、断片のやつは、とにかくその、技術的にはすごくいいこと書いてあるんだけど、実際の映像は、まあ、ちゃんとしていないっていう評価が結構あるので、まあ、こういったものはやっぱ所詮あっちもんだなということで、選びません。で、あと、サポート。ね、サポートがちゃんとしてないので、そもそも。元気なおじいがビジネス面でお話ししてても、本当に都合が悪くなるともう仕方を決め込むので、で、あと、日本語でやり取りがないので、そのサポートもおそらくいないです、ここはね。なので、マーケティングの専門の会社があるんだよ、日本の。そういうところに依頼して、サンプルやって、お金、やって、Amazon の正式なよりそっちの方やって、レンタルで会社回してっていう、そういう専門のところに依頼してやってるんだけども、とにかくこの担当がに、日本語ちゃんとしてないし、その宣伝の方はお金で任せればいいかもしれないけど、自分のとこの買った人のサポートがちゃんとできないっていうか、ビジネスでも直接できないんだからね、ここの中のトップの人が。だから信頼が何もないので、結構断片はダメっていうね、おじいは絶対買いません。で、このアラジンね、これアラジンは、だって10万円クラスだと選ぶ人が多いんだけども、まあ日本の会社が関わってるのでね、あまり記事をつけると怒られるけども、いろんな注射器型の現物とか、なんだっけ、モデルルームとかいろんなところに行くと採用されてるので、アラジンは結構現物、家電屋さんとかにもあるからね、見てるんだけども、高い割には、いまいちだなっていうね。ただ、サポート面に関しては、ちゃんと、そういうところの流通網を使ってるし、サポートはしっかりしてるので、だから本当に、ただ、例えばなんだけど、アラジンの製品って、おじいからしてみたら、すげえ高えなって、高いっていうか、値段自体、売ってる値段は、10万円とかね、まあ、前後ぐらいとかなんで、決して高いものではないんだけど、値段出した場合には、その、クオリティが低いなっていう、もうイメージしかないっていうか、新しいものを毎日毎日チェックしてる中で、アラジンで、あ、いいなって思ったものは過去に一度もないのでね、ただサポーターはしっかりしてそうだなってところだけど、おじいは絶対に選ぶことはない。ね。で、あと、まあ、こういう中華も論外として、こういうのも論外、ほんとね。10万円だとも論外ね。赤なんか絶対買わないし、こういうのは論外。こういうのも騙されないようにね。これも詐欺のやつだね。うん、で、このビューソニックね、ここら辺も結構幅利かしてるっていうか、見てると、まあ出てくるんだけども、おじはビューソニック選ばないかな。で、エーサー。で、このエーサーは、日本にサポートしてるところがあるけど、確かね、0570だったんじゃないかな。違ったかな。メールでもできると思うけど、でも昔と今とで違うから、見てないけど、エーサーというこのブランドは、結構、もう、十数年前にバーンと、出てきてます。プロジェクターでは。5シリーズなんだよね。5になんちゃらだったかな。当時、エプソンのフル HD が10万円前後ぐらいだったところに、エイサーが79,800ぐらいとか、セールで6、9パぐらいで売ってて、で、フル HD。で、おじいが買ったのは 720p で45,000円ぐらいなんだけど、倍出してエーサー買った方が幸せかなっていうのがあるけど、エーサーって結構不良率があって、で、サポートの対応がもう信じられないぐらいひどいサポートで、評判がめっちゃ悪いんだよ、エーサーって。で、おじいもすっごい悩んで、どうせなら、フル HD の方がいいかな。エプソンのフル HD はものすごい高いけど、まあ、エーサーだったらやってみようかなっていうね。で、当時、DLP だったんで、レインボーノイズが見える見えないっていうのがあるけど、まあ、そこは一か八かにかけるとしても、やっぱり、初期不良が多い、すごい報告が多かったのと、サポートがものすごいひどいっていうね。で、要は、返金ができないので、なので、もう、エーサーは本当に爆弾っていう、もう、当時の価格コムのイメージからもうそれしかなくて、で、当たりを引いてる人はこれいいよってベタ褒めして、コバクの回し物みたいのも、エーサーってずっとね、嫌がらせのように回ってる変なやつもいたんだけど、まあ、そういう面からすると、エーサーっていうのは、まあ、古いので、悪いものではない。結構。でも、10万円超えて出すのに、エーサーはないだろうって思います。おじいは、エーサーはだいたい7、8万円ぐらいまでが限界かなと思ってます。で、まあ、A 社もね、安いよ。これ A 社、レーザー光源で DLP で、まあ、WXGA なんで、ちょっと使い物にならないでしょ。でも、ここら辺が意味わかんない人は、12万円で5000アンシルーメンなんで、エプソンが40万円出して4000アンシルーメンと4000ルーメンの4500ルーメンぐらいなんで、なので、スペックだけ見るとおすげえじゃんって思うけど、画質ががっかりするよね。なので、まあ、おじは A 社は選ばない。で、まあ、勉強はちょっとここら辺の、まあ、値段はちょっとあれなんであれだけど、勉強の10万円クラスってのがあって、勉強は、ちょっと本気モードのゲームモードがあるね、17万円クラスだったかな、20万円台だったかな、おっていうのがあって、あ、これいいじゃんってね、のはあります。ね、あと、まあ、ちょっと高い方のやつかな。これには載ってないやつだと思うけど、おじいがよくね、楽しく見てる僕の映画館さんって、YouTuber さんがいてね。で、その人も勉強のやつね、ちょっとこう、比較で出してるんだけど、もうたまらないっつってね、本当に。まあ、あの内容を見ると、わ、いいなーって感じ、綺麗だなーってね、まあ、そんな感じが見れます。ね。まあ、勉強はすごくいいけど、でもおじい的には発色、勉強めっちゃ綺麗なんだけど、おそらくおじいはね、発色優先したいので、発色イコールエプソンなんだよ。結局ね。うん、エプソンじゃなかったら、勉強かな、おじい。こっち系だったら、勉強。うん。もう、エプソン、プロジェクターイコールおじいはもうエプソン信者、本当に。だっていろんなものと戦ってもエプソンしか残らないんで、過去までいろいろ見てて。だからもうエプソンを選んできゃ間違いないっていう。でも、もしエプソンが手に入らなかったら、勉強。だって勉強昔から有名だもん。勉強は安いんだけど、単焦点で有名なんだよ。逆に。そんな近い距離で、こんな100インチ映るの？じゃあここまで持ってったらとかね。ただズームとかがないから置く場所で決まっちゃうっていうね。そこでね、逆にじゃあここら辺に置かなきゃならないじゃ邪魔じゃんっつって、で、結局エプソンだったよ。エプソンの投影距離っていうのが、日本のお家で例えば6畳とか8畳とか、10畳場の時に、据え置きで置く時に、やっぱ隅っこに置くでしょね。で、ポンって置いた時に、ちょうどいいサイズになるんだよ。で、勉強の場合のね、単焦点っていうのを買うと、真ん中ぐらいに置かなきゃなんないから、邪魔なんだよ。ね。で、まあ中には天井からする人もいるけど、まあ今はもう所有時代じゃないし、大丈夫かな？これすごい暗いんだけど、大丈夫これ、iPhone。すっごい暗いんだけど、画面。大丈夫オートで。こんなに真剣に作ってる動画だけど、暗いと見てもらえないからね。で、まあ LG。ね。LG は比較的、レーザーが安くね。導入してきて、おーっつっていうところの、あれでおじいが、あれっつってね。で、LG を使ってる方も結構いらっしゃいます。ね。これはそれのやつじゃないけども、もっと安いやつなんだけど、ただおじい的には、LG はちょっともったいないなと思うんだよ。LG 買うんだったらエプソン行った方がいいよねっていうね。そんな感じです。で、こういう、もう中華のこういうのは買わないし、アラジン買わないし、ね、もうジミーとかね、絶対買わないし、こういう、エプソンのドリーミアシリーズだね。で、まあ、ここら辺なんだけど、まだ、この超単焦点は、買いモデル、40万円以下のものって、すごい40センチとか60センチ置かないと100、120実現したいので邪魔なんだよ、リアルで。なので、いいなと思って見てもよっぽど大きな豪邸、ミカケイシとかさ、ああいう豪邸じゃないとちょっと邪魔になるんで、ね、おじいは行けない。本当にね、これね、ここら辺にポンって置いて 100から120インチとかね、で、高さがすぐここら辺からバーンって映るんだったら、もう50枚でもそこで買っちゃうよ。本当。なかなかそれが実現しないので、この壁との距離っていうのがすごく、ネックになってます。で、あと、こういうのって、壁からこの先端で言うけど、この長さを入れないので、こういった単焦点って。普通はレンズの先端からって数えるけど、ここの先端からってやるし、あとこれペタッとできないし、後ろにコードとかつけるパターンもいっぱいあるし、横から出たら見苦しいし、だから後ろが見えないところが結構すごいことになってるし、はめ込み合成でいろんなページを作ってるから、実際に設置するとこんな汚いことなのかっていうね、思い知らされるので、まだその時代ではないなと思ってます。ね、で、まあ、ジミーは論外。で、こういうのが一番危ない。3色レーザーでっていうね、最近比較出てるけど、評価が、変なものよりはまあいいかもしれないけど、中途半端で色も悪いし、動作ももっさりしてっていうね、一番イライラするところなので、最初出た時はフル HD でもいいんじゃないみたいな、そう思ってたんだけど、だんだん実際に正直レビュー見てると、あ、もったいないなと思って、こんなものを10万出すんだったら、エピソード12、13万で普通の買った方が絶対幸せじゃんと思って、だこういうスペックで3色レーザーとかそういうのの、説明説得文でみんなやられちゃうんだね。ね、ここのやつはね、いかない。ね、で、こういうのもね、いかない。もったいない。一番ね、一番もったいない。本当に。お金の使い方としてね、一番もったいない。ね、こういう、ビビテック、前見たな、これ、なんかで出したような気もするけど、ね、まあ、ここら辺は眼中にないし、セルガー監視ルーメンなんでね、おじいが使ってるのは1800監視ルーメンなんで、ヤーバーのやつでね、まあ、ありえないね。まあそういうわけで、一番こういうのを買うのが、一番中途半端で一番もったいないっていうね、こういうのとかね、ね、こういうのとかね、これも大手 YouTuber さんがやってたけどもね、とにかくもっさりしてるし、暗いし、ね、1枚2枚に比べたらまだマシだとは思うけど、ね、おじは絶対にイライラすると思うのでね、絶対使いたくないっていうね。本当10万円をドブに捨てようと思ったら、よく書けばスペックにいくらでも釣られちゃうんだよ、プロジェクターの世界って。ね、だ本当ね、いいところね、もうここまでだよ。今 44,999 円で、おじいのクーポン使うともうちょっと安くなるから、4万円ぐらいで買うけど、中華で4万円ぐらいで、まあそこそこ明るくて、これぐらいだったら、割り切りができるんだけど、ね、さあ、じゃあ、ね、これでもだから断片なんてね、これも持っててね、いいよっていう人もいたけども、実際に他のものを買ったら、あ、これがいかに色が悪いか気がついたとか、確かコメントもらってるの残ってると思うよ。ね、断片なんか買うもんじゃないね。それで、あれ？おじいはやっぱり10万円の予算を出す、まあ、10万円程度したら10万円以内とは書いてないから、10万円だったらちゃんとしたものを買ってもらいたいし、で、そのエプソンの中古って5、6万円ぐらいまでが上限だと思ってます。10万円から12、3万円ぐらいまでのエプソンの中古で、まあ、手が入る。ランプの光源がね、何時間ですって書いてあっても、何回玉交換してるの何時間かわからないし、その、プロジェクターってね、よくメルカリとかで見ると、ね、ちょっと古いモデルとか、古いんだけども、レンジと使用時間って書いてあってね、まだ150時間です。本当安いとか言いながら買っても、もう、弾の交換、3回目、4回目で入れ替えるためにリセットされてゼロになるんで、何周目の100時間なんだろうとかね。あと、ランプの使用時間ではなくて、元々の液晶の部分とか、他のところがもうへたってきて劣化してくるので、だから、どの道、何周目かわかんないのに、100時間です。わあ、すげえラッキーなんて飛びついて安いって買っても、満足できない写りだったりと、おかしいな。まだこんな100時間しかランプと確かに一緒出てるけども、おかしいな。なんか思ったよりもなんか色変だし暗いなとか、そういうものをつかませることになります。安物買いの銭失いっていうことになります。なので、本当にね、メルカリで買うときには、おじいがたまに動画出してるけど、この人のやつは大丈夫そうだよねとか、他の部分からもう、わかるんで、見てると状態とかそういうのも。だから、そういう判断できる目を持っていないと危ないです、中古は。で、中古のエプソンは、本当もう6、7万が限度。ね。それ以上のものっていうのはなんでダメっていうと、大体、いいもの、新しいものはあったら高いんです。で、世代が遅れたりとか、2世代ぐらい遅れると、結構ガクンと下がるので、値引きがだいたい半分とか3分の1とかね、そこら辺まで落ちます。ただ本当にそれ以上超えたものって、お得感がない。それ買うんだったら新品買うよ。ちゃんとメーカー保証ついてるやつってね、そうなってしまうんです。それで、今度は、最低でも、1080でフル HD じゃないと嫌でしょ。だから1920×1080 チェックして、で、その上も1個入れておきましょう。で、ここチェックして、で、もう 720p はなくなりました。それで、安い順から見ていって、ここにドリーム用の EF11 があります。78,213 円です。で、これはレーザーで1000ルーメンです。これね。で、1000ルーメンなんだけど、おじいが紹介してる中華プロジェクターよりは、明るいし、色もはっきりとくっきりとね、映ります。僕の映画館さんの動画見てね、へーって思ったんで、あと視聴者さんで持ってる方もいて、僕使ってるけど明るいよ、おじい試してみてってね、言われたことがあるので、本当ちょっと冒険の意味で、昼間とかはおすすめしてないよ。エプソンの公式見ると、昼間でもカーテンを閉めてね、水洗っていう、洗流面ってそんなに明るくないのでね、レーザーの洗流面はでも明るいんだよってことなんだけども、悪い選択肢ではないけども、ちょっといいもの、もうちょっと上のもの見ちゃうとっていうのはね、あるので。で、今度、99,800 円出すと、5825っていうのがあります。2700ルーメンなんだけど、5825ね、これは結構人気のあるモデルなので、これ、ありかなと思います。で、あと、新しく出たね、この TW750 っていうのがあって、で、これもありです。103,800 円しない。過去の動画でも言って、で、こっちは3,400ルーメンなので、こっちの方が、明るいです。これね。で、EF12 は、スピーカーがちょっと良くなったやつで、で、あと TW650 ね、3100ルーメンです。ね。これが2017年なんだけどもね、ここら辺も悪いスペックではない。で、新しいモデルになると、この 750S っていうのが出ていたので、ここら辺も射程距離ないかなと思います。で、あとはちょっと古いんだけども、5650。これさっきの、色違いかな、これ。5825だ、こっちはね。5825。こっちは5650。ね。で、あと TW6250。ここね、おじいは、ちょっと前の動画で、これ、教えたんだよね。これ確か、疑似 4K 対応してたか。あ、これは対応してないの。対応してるね。対応してる。これ、TW6250 っていうのが、フル HD なんだけど、パッ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 って映すやつで、疑似 4K に対応しています。で、本物の 4K ではないので、本当の 4K に比べると落ちます。なので、マニアックの人は、そこのところは評価を落としてます。うん、これはダメっつってね、落としてるけど、でも、まあ、そこまでして 4K で見なくても、フル HD で見てる分にはすごい綺麗なので、まあ、2800アンシルメで、新しいモデルなので、行くんだったら、これの方が価値観があるし、値段の差がそんなないから、で、ちょっと使って手放すときに、メルカリで手放すときに値段がつくんで、こっちの方が。2022年モデルなんで。だから、同じ12万円でも、2017年モデルの5650よりは、全然値段がつくに決まってるじゃん。そうでしょ？ね。だからこれ買わないでどうするのっていうね。あと、2020年の TW750S ね。ここでも3400ルーメンで明るさ番長なんで、まあ、ここも悪くはないんだけど、でもやっぱり、嬉しい人は4位なんで、こっちは113位なんで、ね。なので、やっぱり、おじいのおすすめとしては、TW6250。で、Amazon の評価見ると、まあ、賛否両論かな。これね。で、あと次に、ここのところは4000ルーメンあるんだけど、これはちょっと、シリーズが違うので避けた方がっていうね。で、5750ね、これ14万で、ここら辺になっちゃうと、ちょっともう予算の10万からかけ離れちゃうので、ちょっとなーって思うよね。で、全体的にね、イプソンでいいもの欲しかったらやっぱ40万円ぐらいは必要なんだけども、おじいが予算10万円で買うんだったらもうこれ一択。おじいね。6250。ただ、ほんとね、胃が痛いんだよ。こっちの方が絶対価値観があるのと、ね、750、これ3400ルーメンなんだよね。で、これを比較。ほんと、この比較やってるとね、本当に人生がなくなっちゃう。チェック入れて比較をする。ね。ほんとね、おじい、こうやってね、動画じゃなくて、ご飯食べながらよく一人で悩んでる。もう何年間も悩んでる。ずーっと。その時のこれとこれだったのでエピソードでずっと悩んでる、ね、それで売れてるのはやっぱこっちね。で、まあ、ここら辺はねあんま当てにならないんで本当全然当てにならないんででまあここら辺も同じなんで、ね。で、まあ一見、明るさがこっち3400ルーメンなんで、あ、って思ったんだけど、でもコントラスト比が16000対1に35000対1で、で、これの内容見ても、あ、ちょっとやっぱ、そういうとこで探してくのかなっていうね。映像機器だから、明るさだけじゃなくて、発色も大事だし、おじい中華プロジェクターでいっぱいそれ言ってんじゃん。あっと思って。で、パネルサイズ。これはもう両方 0.61 なんで、ここら辺は、どっちも合格なんだね。で、まあ、フル HD、こっちは 4K までなんだけど、まあ、4K は期待したくてもいい。でも、入力は、4K に疑似モードはあるので、まあ、仮にちょっと負け程度で楽しむことはできるけど、フル HD とそんなん変わんねえよって言ってる意見が多いので、あんまり期待はできない 4K です。エンハンスメントテクノロジーってやつね。で、あとはこっちの方が HDR10 とか HLG に対応してるので、もう今時この HDR に対応していないっていうのは、ちょっとな、家庭用としてはちょっとなって思うので、まあゲーム機つなげるにしてもね、嫌でもみんなもう対応してるので、ちょっとなーってなるし、ね。Amazon プライムビデオとかね、ああいうのを見るときもちょっとなーってなっちゃうから、ね。で、あと、まあ Wi-Fi とこっちは Bluetooth が使えるんだけど、スマホをつなげてほしい。使うこともないし、あとスピーカーとかだよね。そこに飛ばす使い方はしないので、アンプに直結しちゃうので、うちは考えないけど、でも拡張性はこっちの方が、Bluetooth 使える方が上です。で、スピーカーは搭載してるけど、置いた場所から音を聞くって嫌でしょ、おじいね。おじいは嫌です。で、こっちはゲームモードがあるので、ゲームモードがあると遅延に強いのに、じゃあこっちは遅延するのって思うけど、いやー、どうなんでしょうね。おじいはこれトラップかなと思ってるので、で、RGB 端子とかね、こんなのついてるのって、これいらないんで、コンポジットとかいうし、いらないんで、いらないですよ、ほんと。こっちの、会社とか学校で使うようにね、考えないとね、いらないです。で、あとね、ここの61ワイド、これ、何メーターから何メーターっていうのは、縮小何点何倍、で、拡大が 1. 何倍とかね。おじいが前使った TW400 から 1.2 倍ぐらいだったかな。1.3 とか 1.4 とか。あと10モデルは、レンズ売ってるんで、レンズつければ、また、2倍とか 1.5 倍とかってね、伸ばすこともできるけど、レンズは高いので。そうすると、例えば、普通に見るときに、80インチワイドの投影距離っていうと、80インチで見るとき、ね、1.81 メーター、一番絞った、拡大してみると 1.81 メーターから、絞ってみた場合に 2.19、ね。で、こっちの方は 2.34 から 3.81 なんです。で、80インチで見るのに、こっちの方が単焦点なんです。これね。で、元気なおじいのこの部屋があって、ここのところが、3.2 メーターなんです。壁までが 3.5 メーターなんです。なんで、レンズの先端が、3.2 メーター。のところでおじいは投影しないと 3.2 メーターより前だとこっちに置くことになるので邪魔でしょうがないよね。本当棚に置けないと。なのでそうすると普通の基準はこっちなんです。あと100インチのワイドで見た場合2.27 から 2.75 なんで、これですらまだここから何十センチも前に置かなきゃなんないので、そうするとこの 2.94 から 4.77 っていうのは通常のプロジェクターと同じ投影距離ということになるので、だいたいこの 3.2 メーターなんで、このズームも縮小もしないで、なんとなくそのぐらい映るんだよねっていう枠にはまるので、やっぱりこっちだよねっていう、こっちの方が昔ながらの安心のスタイルだよねっていうことで、もう選択肢はこれしかなくなるんです。こっちを選んだら置く場所に困る。本当ね。そういうことで。単焦点なんだったら、じゃあここまで置いたらすごいで、いや、壁が、この十畳や、ね、そこらの、この壁を全面に使っても、130しかないんです。で、あそこにスピーカーが両脇に置いてあって、こっち側にもね、スピーカーが置いてあるので、トルボイのスピーカーの、こんだけの分を差し引くと、この白い面積でもう限界が120。本当。で、130に行くと、スピーカー斜めに置いて、この隙間まで入って、こっから見て全面ギリギリ見えるかなっていうぐらいで、そこまでして、スピーカーが目に入る状態で四角を見たくないので、そうすると120がもう限界なんだよ。本当に。なので、今だいたいそれぐらいで、見てるんだけど、本当にね、こっち側だとね、設置場所に困るので、ね、こっち側でないと、だからもう、普通のお家だったら、もう、これ買えば、100から120はここの場所から、この範囲で行けるので、これしかないよねっていう選択肢になります。こういうことも考えていかないと、買った後で、あーっていうことになるんだね。で、まあ、コントラスト比も、全然男子として違うので、まあ、10万円の予算だったら、おじいは、もう、他に選択肢はないと思います。ね、エプソンのドリーミオ EH-TW6250、ね、これを買った方が幸せかなと思います。で、これの中古はないのって、中古もあります。中古があるけど、中古買うメリットがないよ、ここら辺だと。現行モデルのこれだと。やめた方がいい。ね。だから10万円の予算だったら、これ買っていけば、とりあえず幸せになるし、あと、まあ、これ買っていけば、まあ、しばらく当面、もう最低でも10年は、ね、おじいが TW400 で、9年使ったんで、ね。なので、まあ、10年は本当に全然余裕のよっちゃいかで使えると思うので、ね。大丈夫です。というわけで、おじいのおすすめは TW6250 一択です。ね。他のもの、10万円出すんだったら、他の選択肢ないよ。ない。ない。ないんだよ。で、おじいが一緒考えたレーザーも、EF11、12も、あれ、投影距離の問題があって、あと11は、レンズのズームがないから、デジタルズームしかなくて、で、設置場所が単焦点なんで、ここにポンって置くととんでもない大きさになるので、真ん中から吊るすしかないんだよね。無理。ほんとね。無理なんです。それも、僕の映画館さんのやつを見て、あー、距離それなんだと思って、危ないと思って、おじいがここに置いたら飛び出ちゃうんで、そっかーと思ってね。ほんと、光学で、こう、ズームで拡大縮小がないっていうのは、ああ、そこ辛いなっていうね、思った次第です。そんなわけで、おじいの中ではもう6250一択。これを買っていけば最高峰なのかっていうとそうではなくて、やっぱエプソンでもうちょっとお金を出せば出すほど、もっと満足するものがあります。ただ、TW6250 は、いろいろ、そういったものを買い替えて、その辺のクラスをいっぱいするマニアックな人、ね、もう目の肥えた人から見ると、所詮10万円台のプロジェクターなんです。そういうマニアの人から見ると。でも、おじいから見ると、いやいや、もう、ここら辺使っとけば、もう、どんな中華だって太刀打ちできないし、ジビーとかエーサーなんて入る余地もないし、アラジンだって、もう比較の、もう対象にもならないよ。ね。全然違う、レベルクオリティも違うし、ね。発色具合が、とにかく、エプソンはこだわってる。昔から。ね。だから、綺麗。ね。素直に発色が綺麗。っていうチューニングのプロなんで、エプソンは。で、電球とか、ああいうのは、明るい綺麗。パーっていうね、うわー、明るい綺麗っていうね、鮮やかーみたいな、あっち系だよね。どっちかっていうと。だから黄色でもチューリップの黄色なのか、それとも、なんて、光の、明るいレモン色みたいなね、なんか、どっちの黄色なんですかみたいな、ね。こっちの方は、純粋な、もう我々がしてるパレットのカラーで再現している、安心できるカラー。ああ、エプソン、やっぱ綺麗。やっぱ違うな、エプソンだなっていう。おじいは、映像だけ見れば、あ、エプソンでしょってすぐわかるよ。どっちがエプソンって言ったら、もう 100% 当てる自信がある。もうエプソンカラーっていうのがあるんで、もうエプソンは絶対間違いない。おじいね。それぐらい自信はあります。ね。まあ、実際にやって外れる外れないは別として自信はあります。ね。なので、10万円だったら TW6250 ね、行きましょう。他にないよ。おじい、これはつって、ないよ。あるわけないじゃん、そんなもの。売れ筋ランキングで、この、売れてるランキングっていうのは、実際にいいから売れてるんです。売れ続けてるんです。ね。1位がエプソン、ね、6万円。で、2位がアンカー、ね、4万円。ネブラ。3位がアラジン、9万円。ね、邪念だね、ほんと。お部屋の真ん中の照明のとこにつけて、距離が短くて、ね、これぐらいの大きさしかなんなくて。ねで、4位が6250に来てるよね。やっとまともな後半のやつが来て。で、ここにこうアンカーが来て、ね。これ家電とかああいうとこで一生懸命売ってるからなんだろうね、ほんとね。アンカーだから、アンカー有名だから、入れるアンカーあるよね、でね。でも、アンカーはものすごくヤフオクメルカリいっぱい、すぐに掘り出されてるからね。暗いもん。で、6位がエプソン12万。ね。7位がね、EF11。ね、レーザーで7万8000円で買える。ね。まあ、設置場所に困るけど、おじいはね。うん、で、エプソンの7100。ね、16万円。ね。うん、で、単焦点 LS800B。ね。これはシリーズの中で、まあ、800が今のところ手が出るぐらいのところの3、40センチぐらいだかな。それの設置で映るよっていうやつで。この上に1200っていうのがあるんだけど、またちょっとお値段が上がっちゃうんだけどね。ここら辺に手を出す人も結構多いです。これね。アンカー強いね、ほんと。アンカーに10万出すって信じらんねえけど。で、GM5、ね。24万6523円ね。まあ、N1 ウルトラ。N1 ウルトラってか、なんかもうちょっと名前長くなかったかな。一番上位モデル。どうだったかな。一応これが3色レーザーですって、チア。ホヤされてるやつの3兄弟の確か一番上だと思うんだけど、これは大手 YouTuber さんもね、結構褒めてはいるんだけれども、まあ、おじい的には、これが外せないので、これが。で、反対にガタンとならないし、これがジンバルの台になってて、このスタイルでっていうのがちょっと厳しいなと思うので、これ外せないって見た段階、最初これすげえいいなと思ったんだよ。でもこれが外せないっていう段階で、あ、もう NG。ね。ダメだこれや、っていうね。まあ、あと800が来て、だってもうエプションがすごいでしょ。ね。で、あと、まあ、アラジンかアンカーかもうエプション、ね。エプション、アラジン、ね。エプション、ね。だいたいね、乗着家電組がアンカーエプソンなんだよ。アンカーアラジンなんだよ。そういうところで。それがこういうところにね、出てるんだと思うんだよ。BQがやっと21位で出てきたね。26万5000円。ね。これ、直販モデル。ね、直販モデルだそうです。ランキング21位。ね。勉強結構ね、硬派だから。これどんなスペックなんだろう。2200ルーメン。で、まあ、パネルが、正統派の 4K。ね。正統派 4K なんだね。まあゲームモードもついてるし。ね。まあ申し分ないね。100インチワイド。8から8。すげえ単焦点じゃん。100インチワイドで 1.5 メーターから 1.8 メーターだって。すげえ単焦点。ちょっと待って。これ置いてこうだよね。それの対照点、まあ昔から勉強ってそうなんだけど、対照点すぎね。部屋のど真ん中ぐらいに置いて100インチ。ね、ああ、対照点すぎね。まあ、対照点のメリットっていうのは、これでいくら2200ルーメンなんだけど、距離が半分で2200ルーメンなんで、エプソンの2200ルーメンをここに置くよりは明るいので、3000何百ルーメンぐらい相当の明るさで見れるっていうことなんだよ、結局ね。これすごい単焦点だね。びっくりするぐらい。それでこれでしょ。どこに置くんだろう。ここのだいたいここがスクリーンの真ん中になるんで、100インチでここら辺に真正面から置くとして、これが真ん中で、うわ、邪魔だ。邪魔だ。お邪魔が邪魔だくになっちゃうよ。ね、カランコロンカラン。はい、そんなわけで終わりました。そんなわけで、まあ本当ね、独断と偏見なんだけども、うん、10万円はやっぱり、ちゃんとしたメーカーのやつを買いたいよ。エプソンはもう世界のトップだし、もうエプソンといえばプロジェクター、プロジェクターといえばエプソン。ね。だから10万出すんだったらやっぱエプソンだよ。で、エプソンのサポートって、しっかりしてるから、本当。Acerみたいな、そんなクレームはないし、ね。わけのわからない、ね、日本語対応してますよって言いながらも、ね、認識サポートで、満足のできないような、ね、なんだかんだ言い訳して、うわーっていうような、もう絶対書いてこねえみたいな、そういう経験ないから。エプソン買っときゃ間違いねえ。本当。もう、高額の10万円超えたら、エプソン。ね。どんなに3色レーザーとかね、いろんなスペック上は、おおっていうもんでも、ちゃんとしたメーカーでないところのものは買うべきではない。だいたい売ってる会社は日本の会社絡んでるところが多いかもしれないけど、ちゃんとした自社開発で、ね、自社のところでちゃんとチューニングもして、責任持ってサポートしてくれる。もう10万円超えたらそういうところのものを買わないとダメだよ。当たり前、基本だよ。10万円以下だったら、冒険。ね。そういうただ、日本が絡んでるやつっていうのは、これ高いからね、結局。だジミーとかなんかって、値段の割には、マジックが薄いじゃん。ね。おじいが紹介してる中華プロジェクターの 4万円レベルのものってそんなないけどもね、10万超えてる。ね。これでこうやっとっていう。ただメニューが、フォントが、綺麗なフォントを使ってるとかね、メニューがもうちょっと細かいとこあったけど、今年の中華はもう2万円台で、中のメニューがもう地味同等の機能性能になってきたからね、本当すごいことになってきてるよ。まあそんなわけでね、ちょっとでも参考にしてもらえればなと思います。もう、おじいが選んだこのモデルを買えば、多分10万円出して後悔することはないし、最低でも10年間は使えるし、で、12万円出して10年間、年間1万2000円、月1000円です。1ヶ月1000円、1ヶ月1000円で、ああ、おじいの言うこと聞いといてよかった。その楽しみがずっと12年、10年続くんです。1ヶ月1000円。ね。1年間1万2000円、10年使えるから。ね。もっと使えるよ。ランプ交換すれば、厳密に言うと。もっと使える。ね。だから、で、エプソン買ったら、絶対に思うはず。次も絶対エプソン買いたい。ね。わけのわからん、インチキスペックに惑わされて、冒険してお金してるよりも、確実なエプソン。エプソンに行けば、これの、あれだから、もう最低でもこれだよね。で、次に買い替えたら、これのプラスアルファで良くなるよね。あー、パワーアップしてる。わー、よかったって、これが味わえると思う。エプション経験した人は次もエプション。ね。エプションに行って他選ぶとがっかりするよ。きっとね。だからそこに商売が絡んでくると出てくる言葉は変わってくるよ。みんなね。でも、プロジェクターといったらエプション買っときゃ間違いね。ションも。ね。はい。そんなわけで、おりまーす。皆さんの意見もお待ちしております。これ大丈夫 ?iPhone これすっごい暗いんだけど、お任せで。心配だな、これ。じゃあ終わります。